できてた。ごめんなさい、最初から声も聞こえなかった。あ、なんかさっき喋ってたのはあれです、なんかショールーム始めて45分に始めたんですよ。時間きっかりに始めたんですけど、なんかそう Wi-Fi の多分調子が悪くて、なんか人数星449みたいな人数と、あとなんだっけ、あのアバター、このコメントの背景は見られたんですけど、なんかコメントと、そうコメントが見られなくて、あとなんかライブ終了とかテロップとか、あのバツ印とかなんかボタン押してても見られなくって、それでなんかそう皆さんは見れてますかっていう話したのと、あと48分になっても直らなかったので、ずっとぐるぐるしてたので、ちょっと多分これ時間を置いても直らないなって思って、一回ショールームのアプリを落としますねって言って、そうで戻ってきました。ごめんなさい、本当に。なんかさっきなんか Wi-Fi チェックしてて、なんか適当に今やってるオンラインの人のルームに行って配信見ようとしたんですけど、なんかそれも見られなくって、でもそれはそのなんか20秒くらいぐるぐるしたら見られたので、そう自分で配信やるときもちょっと置いたらできるって思ってたんですけど、3分やってもできなかったので、ちょっと1回アプリ落としました。ごめんなさい。 Wi-Fi、 そうなんかいつもこんなねーこと起きないんですけど、テロップ30分くらいやります。ごめんなさい、本当に。だからごめんなさい。そう自分で配信するのと人の配信見るのちょっと違うんだって思って、お疲れ様です。あ、こんばんは。すいません、ご挨拶が遅れました。こんばんは、お疲れ様です。なんかまたあれが変わってますね、ギフトみたいなやつ。名刺お渡し会は楽しかったです、ありがとうございました。楽しかったですよ。まだ終わってないんですけど、何これ、なんか大判小判みたいなやつか。なんかギフトってなんか季節に合ったものだと思ってたんですけど、あ、ひな祭り仕様なんだ。他に何があるんだろう。コンペイトお手紙、ありがとうございます。なんだっけ、そう楽しかったです、ありがとうございました。来てくださった方、今やったのは3日終わったんですけど、劇場でやったのと HMV さんでやったのと、タワーレコードの、近鉄パフセ店さんですね、それでやらせていただきました。やらせていただきましたっていうか、私は参加しただけなんですけど、はい、仲間に入れていただきました。ありがとうございました。名刺もらったよ、ありがとうございます。あ、そうまだ3日もあるので、あれでもあれ当たらないとダメだったんですよね多分。3月17日のトーク会行けることになったから早速持ち込んだ。あ、ありがとうございます。もう近いですね、あと18日くらい。明日から、そう明日から3月ですね。なんかこの間大晦日とかだったと思うんですけど、早いですね本当に。3月ねえ、春休み終わっちゃいますね。まあ3日のララポート行きます。
ありがとうございます。3日目が行けなかった。いや全然なんか嬉しかったですね。なんかまあもちろんなんか、あごめんなさいなんか揺れちゃった。なんかいっぱい来てくださった方もいらっしゃって、それはもちろん嬉しいですし、なんか何回も来てくださるのも嬉しい、なんか嬉しい、なんかなんかもちろん私だけに会いに来てるわけではないと思うんですけど、でもなんかいっぱい名刺渡せたし、なんかもらってくれたさってすごい嬉しかったです。でもそんなになんかちょっとしか行けなかったからって全然なんか1回でも来てくださったら嬉しいですし、まあ本来名刺って1回しか渡さないものなのでね、でも何回も来てくださる方も本当に嬉しかったです。そういっぱい来てくださった方もいらっしゃったんですよね。ありがとうございました。楽しかった、なんかなんかすごい楽しかったです。なんかなんだろう、私はその遠く会はあったんですけど、でもそれってそのまあトーク会、グループトーク会もあったんですけど、やっぱりそんなにその12期研究生のグループトーク会でしたし、だからもちろんなんか多分私じゃない方の子がどうお話ししたいんだろうなっていう方もたくさんいらっしゃったんですけど、でもそんなになんかどっちにも話振ってくださって、多分そうだからそんなにそんなんて言うんだろう、結構ぬくぬくした環境だったので今まで、まあ別にそれが悪いこととは思わないんですけど、でもその名刺渡し会はやっぱりまあ大前提として先輩のファンのお客様がいらっしゃるわけで、そのなんかありがたいことに中にはなんか多分私にも会いに来てくださったのかなみたいな方も見かけて、それも嬉しかったんですけど、なんだろうなんかなんだろうねなんか私はその最初からニコニコ来てくださる方にたくさんお会いしてきたので、トーク会とかで、だからなんか逆に自分が笑顔にさせていただけるみたいなのが多くて、でもそういう先輩のお客様はやっぱり初めましてとか、まあそうですね、まあやっぱり一途な方たくさんいらっしゃって、まあ一途ってすごいいいことじゃないですか、純愛だと思うんですけど、だからなんだろうなんかそのなんだろうな、まあ なんていうのなんか冷たいってわけじゃないですけど、本当にただそのやっぱりなんだろう、なんだろうね、なんか中にはそのやっぱりもらってもらえなかったりとか、ちょっとね跳ね返されちゃったりとかした子もいたみたいで、そうまあ私もあったんですけど、でもなんかなんだろう、別にこっちが笑顔で接してるからといって笑顔が絶対返ってくるわけじゃないし、それを当たり前って思っちゃいけないし、なんかなんだろう、どれだけそういう目にあってもやっぱりなんか名刺を渡す場所をいただいていることとか、選抜メンバーさんと並んで同じイベントに参加させていただいていることが、そもそも贅沢、ありえないことだから、
ただそのなんかいい意味でその社会経験にはなったし、なんかもしこれから外の仕事に 出させていただくときには、そのやっぱり例えばフェスとかいろんなアイドルさんが出るものに、もしも、もしも私も出させていただけるとしたら、やっぱりお客さん全員が SKE48 見に来た場合じゃない時もあるし、そういう時にやっぱり顔が引きつっちゃいけないし泣いちゃいけないし、そういうまあ多分そんなに近いうちはないと思うんですけど、そういうのがあるかもしれないじゃないですか、これから。だからなんかいい経験になったなって思いますし、なんだろう、なんか私は逆になんだろう、そういうなんだろう、でもそういうなんていうの、最初は興味がなかった人にもなんか興味が出していただけるようになるのも仕事だと思っていて、そのこうやってショールームとかやって自動的に入ってきてくださる方もすごいありがたいですけど、でもなんかそれしかやってなかったらやっぱりなんだろう、そんなにファンの方の数を伸ばすとかはちょっとできないと思うんですよ。で、そうだからなんかそれこそなんだろう、本当に名前を知ってほしいんだったらティッシュ配りとか、そういうそういうティッシュ配りやってたアイドルさんもいらっしゃいましたし、なんか乃木坂46さんも最初の頃はティッシュ配りをしたりAKB48 劇場でなんかちょっとやだいぶミニライブみたいなされてたんですよね。そういうなんか泥臭さとかなんか綺麗なところでだけ綺麗なところだけ知ったままなのは、そうなんかこれのこのままでいいのかなって思っちゃって、なんか確かに今のままだったら楽しいだけで楽しい全部楽しいけど、でもなんか成長はできないのかなって思っちゃって、そうビラ配りがだからなんかそういうのもね、なんて言えばいいんだろう、なんか私はもっとそういう今回は SKE48 内の自分のファンじゃない人のお話だったんですけど、でもなんか別にその全然悪いことだと思ってないですし、なんか逆にそれを見て私はなんかもっとこういうのやりたいなって思ったんですよ。まあ嫌な子もいるかもしれないんですけど、そう苦労は勝手でもするみたいな、なんかとにかくなんか売名なんでもいいからそういうのやりたいなって思って思いましたね。なんか今回の名刺がなんだろう、どれくらいお金かかってるのかわからないんですけど、まあビラの方が多少安上がりかな。それだったらなんかもう名古屋駅でビラ配るとか、なんなら私全然東京行けるので東京駅とか渋谷駅とかでビラ配ったり、そうって思いました。なんかでもこれはちょっとなんか私の伝え方がちょっと暗い話し方しちゃったかもしれないんですけど、そのなんかそう冷たくされて嫌だった悲しかったっていう話じゃなくて、本当になんかそれは当たり前なんですよ。だってね、お金払ってるわけですから、そんな好きじゃないアイドルの方にもニコニコ接してくださったら本当に成人だと思いますし、それは全然当たり前だと思うし、なんか逆になんだろう、もし私がもっとキラキラしててもっとニコニコして楽しませるなんか力があったら、初めましてでも私に興味がなかった人も多分笑顔にできてたと思うなって思って、なんかそこは普通なんか力足らずだったなって思って思いました。
ちょっとなんか勉強したいなって思って、だからなんだろう、そう思って思いました。なんかありますよね、人数少ないアイドルさんだったらグループトーク会とかやってるところもありますし、まあ何でもいいんですけどね、そういうので話せるきっかけがあればいいですよね。でもなんか楽しかったり、それは本当になんか嘘じゃなくって本当に楽しかったですし、なんか気のせいかもしれないんですけど、もしかしたら私にも会いに来てくださったのかなっていう人はなんか本当に私以外のメンバーさんにもすごい優しくってなんか接してくださってて、なんかそれがすごいなんか素敵だなって思いました。なんかすごい嬉しかった。やっぱりなんだろう、まださすがに自分だけのファンとかはいないとは思うんですけど、やっぱりその隣の子のをちょっとスルーして私に話しかけに来ちゃったりすると嬉しいけど、でもなんか隣の子ってやっぱり私の仕事相手だし大切なメンバーだからやっぱりちょっと気まずいのがあって、だからなんか目当ての子がいてもなんかみんなに優しくできる人ってすごい素敵だなって思いました。なんだろう、なんか本来お金払ってる側なので別にそうじゃなくてもいいと思うんですけど、でもそれでもなんかそうするってことはなんか本当に普段から素敵な方なんだなって思いますし、そうなんかそういうのがもっと広がっていけばいいなって思いました。だからなんか本当に変な風に聞こえちゃってたら本当に申し訳ないんですけど、なんか全然嫌味とかじゃなくって、そうでもなんかなんだろう、たくましくはなったような気がします、多分。まあでもまだ1日あるのでそれも楽しみたいと思います。3日でちょっと空いちゃうんですけど時間が、昨日が28日だったから3日空いちゃうんですけど、はい、最終日来てくださる方はお話ししましょう。なんか全然他の人に会いに来る方でも名刺渡せてください。名刺受け取ってくださると嬉しいです。そう、そう成長したと思いますし、なんかもっと成長したいからなんかなんか難しいですよね。ショールームってやっぱそもそもアイドルのファンとかじゃないとアプリ入れてる人も少ないと思いますし、なんか届くのって難しいですね、すごく。はい、ちょっとなんかずっとコメント読んでなかったのでマリンさん、そうマリンさんね、同じ日程だったらよかったんですけど、秘密の合図、なんだろう、でもなんか一番わかりやすいのはそのなんかグッズとか生写真、私がサインした時の生写真とか持ってたりするとすごいすぐわかります。全然なんか話言ってもらっても全然いいんですけど、でも本当に何せあんまり喋れないんですよ、時間が短くって。そう本来一言なんですけど、それがそうそうなんですよね。なんか
ありがとうございますって言って渡して、んなんか向こうの方がいてくださったことに対して、あ本当ですかとか、えありがとうございますとか言ってたらもう終わっちゃって、あみたいな。でも次の方が来ちゃうから、あんまり手もあんまり触れなくて、あって。でもまあ限られた時間でそうやるのがお仕事だと思うんですけど、うん、うん、ニコニコしてましたか？え、よかった。なくなっちゃった。ビラ配りね、ビラ配りやったことないからどんな感じなのか分かんないですけど、まあでもメンタルはやられますよねきっと。そう、ビラ配りね、なんかビラじゃなくてもっといるものの方がいいですかね。なんか塾の勧誘の人がやってるみたいな、なんかペン、ボールペン入れたりとか、なんだろう、うまい棒みたいなやつくっつけてもらってもらうみたいな、そっちの方がいいですかね。うん、あでもボールペンとかだったら中身とかだけ取られちゃうかもしれないから、もうボールペンに SK48 みたいな、それでなんかメンバーさんランダム一人の印刷付きみたいな、でもすごい金がかかりそう。そう、経費がねあるから、本当はなんかそういうのやりたいんですけどなんかできないですかね、未完全 TV とかで。無理か。まあでも私はなんだろう、その強くはないけど、あ一個思ったのは、昔入る前に接客業やってたので、それでなんかそのなんか誰にでもっていうか、なんて言うんだろう、ニコニコしない人にもニコニコするみたいなのはなんか潜在意識の中にあるので、なんかそれは大丈夫かもしれないです。ビラ配り、うーん、なんだろう、なんかもう食べ物とかの方がいいですかね、なんか、うーん、なんかリンツチョコレートみたいなやつ一粒ずつ配って、あチロルチョコの方がいいかな、パッケージがオリジナルみたいな。うん、でも本当になんかもう優しい方がなんかもうなんか神様みたいに思いました。本当にもう本当に染みました。うん、嬉しかったです。そうそうそう、あそうシャンプーの試供品とかいいですよね。社会人は文がちょっと、あそっか、なんかボールペンとか使うと思ってました社会人の方。でも使わないのか、そしたらなんだろう、そっか、ボールペン使う社会人の人って1年目の人とかですもんね。難しいなあ。付箋とかなんか、でも使わないですか社会人の方って。なんかドラマとかでなんだっけ、なんか佐藤さんこの書類お願いしますね、なんか田中みたいな、なんかそうお願い事、人がいない時にお願い事する時になんか付箋に貼ってデスクに貼るみたいな聞いたことがあって、でもそんなに使わないんですかね。いらないか、めっちゃ欲しい。
でもなんか皆さん優しいからわざわざ配ってるところに来てくださって、なんか普通のファンじゃない人のふりしてたくさんもらって、なんか私たちが寂しい思いしないようにそういうのしてくれそうですよね、うん、絶対そういうことになる動画編集はできないです。そう、なんか文化祭とかでねクラス動画とか編集する人に任命されたかったですね。私の分際でディレクターさんに企画書とか出せるんですかね。どうなんだろう。うん、なんかその前にアンダーの練習したらって言われそう。もうごもっともなんですけど。うん、怒ってるの想像できない。まあ怒っても仕方ないですからね。自分もね、そう、接客業ってなんか結構鍛えられますよね。なんかなんだろう、思ってもないけど、うん、なんて言うんだろう、私はもう接客業辞めてからはそんなことはしないんですけど、なんか思ってなくても申し訳ございませんでしたとありがとうございますが言えないといけない力がなんか身についたというか、なんだろう、大人になるために無駄なプライドがを捨てる練習はできたと思います。あとやっぱりその接客、なんだろう、コミュニケーションスキルはちょっと違うかもしれないけど、なんかなんだろう、そういう社会人になるための練習みたいな、まあ今はないですよ、思ってもないのにありがとうございますとか言わないですけど、あー確かに食べ物はそっか、保健所とか申請しないといけないですもんね。リンツ食べないです、全然。美味しいけどなんかお高いし、なんだろう、ああいうのは本当にテスト頑張った後とか大きい仕事頑張った後とかになんか一粒食べるのがいいなって思うんですけど、うん、あ、ボールペン、あ、そっか、こだわりがありますもんね。確かに配るボールペンってそんなにすごい品質がいいとかじゃないですもんね。うん、やっぱじゃあビラ配りですかね。うん、絶対捨てられちゃうけど、でもなんかビラ捨てる人見たことないかもしれない。捨てたら普通にゴミポイ捨てですもんね。うん、捨てるくらいならもらわなきゃいいのにって思うけど、そういうわけでもないのかな。あ、付箋は結構使う。付箋ってそんなに使い捨てだし、なんかものすごいこだわりある人っていなそうですもんね。でもなんか OL さんとかはなんか可愛いのにこだわって使うイメージがあります。付箋使う、付箋とかはもったいなくて使えない。あ、なんか可愛いのはそうですよね。タイピングは早くないです、全然。タイピングなんかね、タイピングできる人って本当にいつやってるんですかね。そう、なんか大学生でタイピングの授業あったけど、タイピングの授業っていうか、なんかパソコン室でやる授業があったんですけど、なんかできる人本当にできるので、なんかなんでできるんだろうと思って、いつやってたんだろうって。企画書は出せる？じゃあちゃんとなんかパワーポイント作らないといけないですね。あ、
名刺もらってくれるかな。ね、そう、接客業すると本当になんか店員さんに優しくしようって思いますよね。でもなんで私が謝らないといけないんだって気持ちが分かった。ああ、なんか気持ちは分かります。なんか違うんですよ、多分お客さんが怒っているのって、そう、私だとしたら私じゃなくって、なんだろう、私がなんて言うの、まあなん A ってお店で働いたとしたら A の店員さんに対して怒ってるだけで、私に対して怒ってるんじゃないんですよ。だからまあある意味なんか人格を作るっていうか、自分の中になんか本当のそのプライベートの私はちょっとお店に出てる時はちょっと隠しといて、お店店員さんとしての高村を出すだけだから、別にその店員さんの私がなんだろう、クレーマーとか言っちゃいけない、あのクレーマーなんかいないですよ。あの怒られてるだけで、その高村沙耶はそのダメージゼロなんですよ。だからなんかでも分かります、なんか最初の頃はやっぱ傷つきますよね、普通に怒られたりしたら。リンツは確かに甘いですよね、会社で鍛えられてます。あ、30分経った、経ちましたね。どうしよう、でも暗いって書いちゃったし、じゃあ、あ、待って、今日話したいことあったんだ。じゃあテロップを変えます。30分以上やります。やってますの方がいいか。あれ、テロップが変わらない。変わった。確かにボールペンはなんか却下ですね、コメントを見てると。あ、クリアファイル、あ、クリアファイルいい。そんなにあのアイドルしてないクリアファイル、普通にちょっと端っこにもうこれくらいだったらもうここら辺に、あ、見えない、これくらいだったらもうここら辺にちょっと SK48 を、まあ、なんかよろしくお願いしますみたいな、なんだ、例えばなんか劇場の住所とか書いて、多分アイドルのその写真とかプリントしちゃうと使いづらいと思うので、あのファンじゃない方は、だからもらっていただきやすいようにね、まあまだそのあの実現してないんですけど、私が勝手になんかそういうなんか社会経験もあのやりたいなって一人で言ってるだけなので、全然、あ、油取り紙とかもいいですよね。クレーマーさんはいなかったです。なんかなんか仕方ないことにその怒られちゃうのは結構あって、なんだろう、なんか商品が品切れちゃった時になんかあからさめになんか嫌な態度されちゃったりとかはあったけど、でもまあ商品がなかったのは確かに私のせいじゃないかもしれないけど、でもお客さんが足を運んできてくれたのに楽しみにしてた商品がないっていうのは残念だし、それはやっぱりそのお店の店員さんとしてはちゃんと謝らないといけないし、次来てもらえないので、それで謝るのは別になんか個人的ななんか謝りたくないなとか、私悪くないのになとか、そういうのはあんまり関係ない。多分私に対して怒ってるんじゃなくて、商品がないこととかなんかそういうのに対して怒ってるので、そう、自分が傷ついたわけじゃないって思ってます。
感じで、なんか今日話したかったのはなんか本当にどうでもいいことなんですけど、なんか私 iPad を授業中に使ってるんですよ。それでなんか iPad がなんだっけ、買った時になんかカバー買ったんですけど、なんかサイズ、このサイズで合ってますかって先生じゃない、店員さんに聞いたんですけど、多分店員さんがちょっと間違えちゃったらしくって、ちょっと大きめだったんですね、サイズが。それで、まあでもちょっとな、開けちゃったしなって思って、あ、いい感じにカットして使ってたんですけど、やっぱりサイズ合わないカバーだったんで剥がれてきちゃって、で今何も貼ってないんですけど、それね、なんかツルツルしててちょっと書きにくい、あの授業中にメモするときに使うんですけど、ツルツルしてて書きにくくって、あとなんかここがちょっとそう割れちゃって、まあこれ別に画面じゃないですし、まあそんなに気にしてないんですけど、ちょっと これ以上割れたら嫌じゃないですか。それで、ね、ちょっとカバー買いたくて、そうで、なんか落としたっていうか、なんかカバンに挟んで入れてたら、多分満員電車の中でなんか圧迫されてバキってなったみたいです。それで、ね、なんかカバー買いたくて、でも買いたいカバーが、カバーっていうか、なんて言うんだろう、カバーか、カバー買いたいんですけど、なんかツルツルしてるカバーじゃなくって、なんかサラサラしてるやつが欲しくって、そのなんか私はあのちょっと1年生の間はもう指で書いちゃってたんですけど、メモするときに、ちょっとでも多分これ卒業するまで使うし、卒業してからももしかしたらなんか、なんか絵描いたりするかなと思って、そうフィルムです。でなんかツル、あのペンも買いたいなと思ってるんですよ。ペンあんまり決めてないんですけど、それでツルツルしてるとなんか滑るし、なんだろう、なんか止めができないんですけど、それでそうサラサラしてる、なんか本当になんだろう、あのノートに紙に書いてるみたいな、しな、食感じゃないな、感触のフィルムがあるんですよ。それを買おうと思ってるんですけど、まだ全然調べてないです。 iPad は授業で使えます。授業でメモするときに使えます。そう、ノングレアの保護フィルム、ちょっとありがとうございます。メモします、なんか自分なりに調べてきたんですけど、保護フィルム、なんか YouTube とか見たんですけど、なんだろう、なんかすごい嫌なこと考えちゃうと、なんか PR だったらどうしようとかなんか考えちゃってだから本当に使ってる人の意見が聞きたくて、ゴリラガラス iPad を買い替えるのも考えてます。なんでかっていうと、この iPad が第5世代なんですよ。今はどれくらいあるのか分かんないんですけど、多分結構古い方で、これ中学1年生の時に買ったものなので、そうだから、ねえ、でもそんなに使わないので、買い替えるかって思って、全然なんかこの性能自体には満足してるので、ペンシル用の和紙のフィルムすごい良さそうって思ってます。第5世代です。いや、買い替えはしないです。そう、指紋認証ついてる、買い替えた方がよくない？第5はもう厳しい。え、そうなんですか？嘘、私もっと全然
まだまだいけるって思ってました。そうなんだ、今10くらい。あ、アップデートが終了してる。そうなんだ。そうか、バッテリーとか全然あるので、なんか不満は全くなくて、そんなにやばいんだ。そっか、時代遅れですか。全然なんか働かせようと思ってました。まだ一緒にいると思ってた。バッテリーの使用状況ちょっとわからないですね。第6世代からじゃないとペンシルが使えない。そんな、そうなんだ。そう、iPad って本当にバッテリー全然なくならないんですね。そう、私物持ちすごいいいんですよ。だから最近まで7プラスの iPhone 使ってましたし、そう、愛着もあるし、そんなにな、買い替えても、なんか、そう、私はいいかなと思って、なんかたまに写真にそのフリブイを入れて、なんか細かい動きが気になるときはこれで見たりするんですけど、でもなんか基本そのやっぱ踊りながら確認したりしたいので、 iPad でちょっと回ったりするの大変なので、ちょっとスマホがメインで、本当になんかドラマ見るときとかしか使わないので、そんなに私買い替えた方がいいですか。そうなんだ。まあいっか、そんなに困ってないし、外で使うわけじゃないので、そう、 Wi-Fi があるところでしか基本的に使わないので、そう、筆圧感が欲しいなー。エアドロップもできます。バッテリー不足も処理落ちもしないので、全然元気だと思います。多分卒業するまでは使えると思います。私は買い替えなくていいかなっていう感じでした。すいません、なんか意見せっかく聞いたのに、なんかペンシル対応してなかったし買い替えもしないみたいな、結局自分の意見突き通すみたいな、ごめんなさい。なんか何のために聞いたんだって感じですよね。でもちゃんとメモしてましたし、もしなんだろう、なんか何十年か経ってやっぱ iPad 新しい方がいいなってなったら、今日聞いた、伺ったことを参考に買うので、やっぱ聞いといてよかったなって思いました。ありがとうございます。ね、なんかごめんなさい、やっぱあれですよね、ちょっと感じ悪いですよね、意見聞いたのになんかやっぱいいやみたいな、ごめんなさい本当に。でも本当になんかそう、聞けてよかったです。全然ごめんなさい、本当に感じ悪いですよねっていう感じでした。なんかそう、なんかいろいろ話したんですけど、今日はこんな感じで、はい、また近いうちにやると思います。そんなことないよ、ありがとうございます。気使わせちゃった気使わせちゃった。あ、そうだ、いろいろ話しかかったかったのだ。なんかはそれも来ていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。名刺を多分次回の名刺を渡し会が3月3日なんですけど、多分それより前にまた配信すると思うので、なんだろう、名刺を渡し会なんか気をつけてきてくださいねみたいな、そういうのはもっと直前になってからにしようかなって思ってます。ありがとうございました。なんかいつも休園始めちゃうんですけど、本当にいらしてくださってありがとうございます。3日間来てくださった方も本当にありがとうございました。なんか名刺も
あの本当にどこでもいいので、お部屋の片隅にでも、うん、なんか取っておいていただけたらいいなって思います。よほどのミニマリストさんでない限り。ありがとうございました。